皆さんこんにちは、田中ゆみりです。今日紹介するカップ麺はカップヌードル魚介仕立てのペペロンチーノ、カップヌードルパクチー香るトムヤンクン、カップヌードルピリッと生姜のグリーンカレーの3商品です。世界各国の愛され料理をカップヌードルで再現、ローストガーリックの香りが食欲そそるペペロンチーノが新登場。カップヌードルエスニックシリーズは海外のトレンドを取り入れた病みつきになる味わいで、エスニック料理好きの若い女性を中心にご好評をいただいてきました。中でも2014年4月に発売したカップヌードルトムヤムクンヌードルは不動の人気を誇り、累計出荷数量が1億食を突破しました。今回世界の美味しいをお届けをテーマに、メニューをエスニック料理から世界各国の料理に広げ、装いも新たに世界のカップヌードルシリーズとして登場しました。カップヌードルパクチー香るトムヤムクンは、トムヤムクンヌードルの美味しさはそのままに、より商品の特徴が分かりやすいパッケージデザインに一新しました。カップヌードルピリッと生姜のグリーンカレーは、ココナッツミルクをベースにしたクリーミーなグリーンカレースープの美味しさはそのままに、生姜の風味をアップしたスパイシーな味わいにリニューアルしました。さらにイタリア地中海をテーマにしたカップヌードル魚介仕立てのペペロンチーノが新しくラインアップに加わりました。スープは魚介だしをベースに、ローストガーリックとバジルが華やかに香るコク深い味わいが特徴で、赤唐辛子のピリッとした風味を効かせました。素材やレシピにこだわった、いつもとはちょっと違う特別な味わいのカップヌードルです。商品特徴、カップヌードル魚介仕立てのペペロンチーノ。麺、コシとつるみのあるカップヌードルのオリジナル麺。スープ、魚介だしをベースにローストガーリックとバジルが華やかに香るスープ。具材、イカ、キャベツ、カニ風味かまぼこ、マッシュルーム、ガーリックチップ、赤唐辛子。別添え、風味豊かなオリーブフレーバーオイル。カップヌードルパクチー香るトムヤムクン。麺、コシとつるみのあるカップヌードルのオリジナル麺。スープ、魚介だしをベースに各種香辛料を効かせた酸味の強いスープ。具材、エビ、マッシュルーム、赤唐辛子、パクチー。別添え、レモングラスとライムリーフが香るトムヤムペースト。カップヌードルピリッと生姜のグリーンカレー。麺、コシとつるみのあるカップヌードルのオリジナル麺。スープ、クリーミーなココナッツミルクをベースに生姜と青唐辛子を効かせた濃厚スープ。生姜の風味をアップし、スパイシーな味わいにリニューアルしました。具材、味付け鶏肉、パプリカ、ネギ。別添え、レモングラスとスパイスを効かせたグリーンカレーペースト。食べてみた感想、カップヌードル魚介仕立てのペペロンチーノ。まずは今回新発売のこちらから。スープは魚介の出汁が効いた地中海を思わせる味わい、程よいガーリックとバジルの香りもいいですね。麺はすすりやすい、いつものヌードル麺。どんな味のスープにも合うところがこの麺の強みですね。辛さも少しピリッとくる程度で、それほど強くありませんので、辛みの苦手な方にも美味しく召し上がっていただけると思います。まさにイタリアンな一杯。
世界の味にまた新たな神髄が加わったという感じです。カップヌードルパクチー香るトムヤムクン。スープは程よい酸味を含むトムヤムスープ。酸っぱすぎることはなく、辛さもちょうどよく、エスニック料理店で食べるものよりマイルドに感じました。麺との相性もバッチリで、すするたびに香るパクチーの風味がとても爽やかですね。具材のエビも大きく入っていて豪華な雰囲気です。スパイスの旨味がしっかりと伝わる独特な味わいですが、日本人の私たちにも食べやすくアレンジしてあり、最後の一滴まで美味しく飲み干すことができました。アジアンフーズの極みをたっぷりと堪能できるこの一杯をぜひお試しください。カップヌードルピリッと生姜のグリーンカレー。スープにはかなりのとろみがついていますね。麺にもよく絡んで、すするたびに体が温まってきます。これは美味しいですね。まさにタイのグリーンカレーの風味をしっかりと再現してあり、辛さは十分。ほんのりと生姜のピリリ感が爽やかさを出しています。辛いだけでなく、スパイスのコクも深く、本格的なタイフーズの味を楽しめました。辛いのが苦手な方はお湯の量を多少加減してみてくださいね。世界各国の愛され料理をカップヌードルで再現。ローストガーリックの香りが食欲そそるペペロンチーノが新登場。本日はカップヌードル魚介仕立てのペペロンチーノ、カップヌードルパクチー香るトムヤムクン、カップヌードルピリッと生姜のグリーンカレーの3商品を食べ比べてみました。田中エミリでした。